野球用木製バットバットは野球やソフトボールで打者が投手の投球を打つために用いられる棒状の用具。バットの形状は先端のボールが当たる部分が太くなっており手で握る部分は細くさらに手元のグリップの端にグリップエンドと呼ばれる直径の太い部分がついている。またバットのグリップ側にはテープを巻くなどの滑り止め加工が施されヘッドの部分には メーカー名などの刻印がされている。一般成人男性向けに市販されているものは、多くは、長さ8 3センチメートルから8 5センチメートル程度。また重さは、公式用なら9 0 0グラム前後である。バットの材質には木、金属、炭素繊維強化プラスチック、竹などがある。特に木製バットを使用する際には、ボールが、バットに当たる際に、 ヘッドの刻印部分が上もしくは下を向くように持たなければならない。これはキメに対して平行に力が加わるようにして折れにくくするためである。木製バットの材料にはアッシュ材やハードメープル、ヒッコリーなどが使用されている。長らくメジャーリーグでは硬いホワイトアッシュが使われ、近年ではハードメープルも多く使われているが、 ヒッコリーは重いためあまり使われなくなっている。一方、日本のプロ野球では、材質が柔らかく、振った時に、しなりが出るとして、ヤチダモや青玉ダモといった、タモ系の木材がよく使われ、特に良質なバット材として、北海道産の青玉ダモが好まれていた。これは、寒冷地産であればあるほど反発力と弾力性、耐久性に優れるとされるためである。 メジャーリーグへ、日本人野手が移籍することが多くなった2000年代からは、ボールの材質や気候が違うことから、日本人選手もホワイトアッシュなどを使用し始め、日本球界でも青玉以外の材質バットを使用する、選手が増えている。また、新たな材料として、バーチ材、ビーチ材、シデなども使われるようになっている。松井秀喜、一郎。 ピートローズなどのバットを手掛けていた水のテクニクスのバット職人、クボタ51は、7センチメートル角の角材を3から4ヶ月間、自然乾燥した後、40時間真空乾燥し、機械で荒削り後、職人が30分程度で仕上げする方法で、バット製作を手掛けていた。木製バットの場合、バットの含水率は7から10%程度が理想と、言われている。 日本のように下記の湿度が高い環境では、バットを裸のまま放置すると空気中の水分を吸い込んでしまい、含水率が理想の状態よりも高い値になってしまう。含水率が高くなると、当然ながらバットの重量が重くなり、選手の感覚を狂わせる上、バットにボールが当たった際の反発力にも影響が出る。一方で陶器に、 エアコンのそばにバットを放置した場合など、バットが乾燥して逆に、含水率が低くなり、事実上使えなくなるほど折れやすくなることもある。これらの要因から、近年プロ野球選手の間では、シリカゲル入りのジュラルミンケースにバットを入れて持ち運ぶことで、バットの含水率を一定に保つことが一般的となっている。日本国内産の木製バットの半数は、 富山県南都市福密地域で作られており、日本一の産地となった理由としては、冬場の湿度が高くバットの製造に適していたことや、原材料の主産地の北海道、九州と、販売先の中心であった大阪、東京の中間地であったことが挙げられている。なお、当地には、往年のプロ野球選手の約500本のバットが展示されている、南都バットミュージアムが存在する。 圧縮バット1950年代に石井純一は最もバットに適しているとされたトネリコの資源枯渇に伴って変わる材料として木目が剥がれやすく耐久性に難があるものの軽さやしなりに優れるヤチダモに着目し表面を樹脂加工することでヤチダモの欠点を補った圧縮バットを開発するこれを使用した 大貞春の活躍の影響もあって1970年代半ばには NPB に広く浸透し一部メジャーリーガーにも愛用されていた。しかし後発のメーカーが反発力の強化に主眼を置いた製品を開発していたこともあり1970年代後半から問題視された飛ぶボールへの対応の煽りを受ける形で1981年シーズンから NPB での使用が禁止された。プロでの使用が禁止されてからもアマチュアの試合では使用可能なケースがあり、オリンピックの野球競技でも認められていたことから、日本代表に初めてプロを派遣した2004年のアテネ大会では選手たちに使用の有無が委ねられその動向が注目された。バット材料の不足2000年代以降、ホワイトアッシュなど、青玉以外の材質バットが、 日本プロ野球でも一般的に使用されているが、これは青玉の不足が一因となっており、計画的な植林、伐採がされてこなかったため、バット材料として使用されてきた樹齢80年以上の原料木材確保が困難となり、プロ野球選手でも使用を断念せざるを得ない状況となっている。そのため、豊田康光ら野球関係者が、 行政やバット生産関係者と青田茂志育成の会を立ち上げ積極的な植樹活動を行っている。また、折れたバットを箸や靴べらなどの別の品物を作る材料に用いるリサイクル活動も展開されており、日本プロ野球で試合中に折れたバットは職人の手により5から6本の箸に再生され、カット箸の商品名で販売されている。 日本野球機構では、日本シリーズや、オールスターゲームなどの特別試合の試合前に、選手による青玉の記念食事など、食事活動も行っている。2010年代以降、日本のプロ野球では、ハードメープルを用いたバットが主流となっている。これは、ホワイトアッシュよりもメープルの方がバットとしてのぶどまりが、高いこと。 またメープルの方がバットとしての耐久性が高いことが原因で一説にはホワイトアッシュの2倍程度の耐久性があるとされるアルミニウムに銅と亜鉛を加えた合金などの金属パイプを成形、焼き入れして作られる中空のバットである一般には木製バットと比べジャストミートできる芯が広く強い打球を打てるとされる耐久性も 木製バットを上回るため予算の乏しいアマチュアで使用が認められることがある。アメリカでは自己防止などのためにリトルリーグから高校野球、大学野球までにおいて反発係数を木製バットと同等程度に制限している。金属バットは芝浦工業大学学長も務めた大本治が1960年代に 米国メーカーよりも先に考案したと言われている。大元は通商産業省による金属バットの安全基準作りにも関わった。金属バットで高級を長期間打ち続けると打球音の影響で聴力が低下することが指摘されている。練習場周辺に対する騒音の問題もあり、日本の高校野球では1991年以降バット内部に 音響放射を低減させる作用を持つ防音、防振材が貼り付けまたは充填されるようになった。接合バットは竹の合板を軸として、打球部分にメープルなどの木材を貼り合わせている。ラミバットと呼ばれる。竹バットや接合バットは、金属バットより芯が狭い、芯を外した時には衝撃が来る。一本の木材から作られたものより、丈夫であり安価である。 ということから、アマチュア野球の練習用バットとして使われている。特に2000年代以降は、妄想蓄製バットの流通量が増加しており、バット材として使用できるようになるまでの、生育年数が短いという利点もあることから、アマチュアに広く普及するに至っている。この他ノックバットには、古くから宝の木が使われることが多く、現在も一定量が流通している。 水野などから軟式野球用に外側がゴムのものも販売されている。これらは軟式ボールの変形を抑え反発係数を高めることで飛距離を増すというものである。公式球を打つための公式用バットと軟式球を打つための軟式バットがある。打者のタイプによって重心の位置が異なっており、長打を狙う選手はグリップが細く、 ヘッドが太い先端に重心があるバット、ンダを確実に狙う選手にはグリップが太く、ヘッドが細いバットが好まれる。プロ野球選手の場合には特注されることが多く、実際に使われているものに似せたバットが、その選手名を冠して、モデルとして市販されている。練習用として、投手の投球を打つことを目的としないバットがある。ノックの打球を確実に打つため、 細く、軽量に作られた、ノックバット、スイングの強制などに用いられる長尺バットなどがある。筋力をつけるために重く作られたバットを、マスコットバットと呼ぶ。また、素振りの際に、鉄製のリングをバットに取り付け、重りとして、ボールを打つ時の感触に近づけることがある。また、高校野球では通常試合用には、金属バットを使用するが、 競合校を中心に打撃練習用として竹の接合バットが使われることがある。これは芯が狭く外した際の衝撃が大きい性質がボールを芯で捉える練習に適していることと木製バットよりも耐久性が高く安価であることによるものである。サインバットはもっぱらサインを記念として残す目的で制作されているバットである。 公認野球規則3 0 2に、バットについての規則がある。公認野球規則をもとに、プロ野球、社会人野球、高校野球、軟式野球について、バットの基準が定められている。このほか、各大会で使用できるバットの材質、色、形状などがそれぞれ規定されている場合もある。いずれも異常な打球が飛ぶような細工などの不正行為を、 防ぐため、細かな規定がある。一本の木材で作られるべきである。日本のアマチュア野球では、各連盟が公認すれば、金属製バット、接合バットの使用を認めることになっている。認められる範囲は、高校野球と社会人野球で異なる。プロ野球では、規則委員会の認可がない限り着色バットは、使用できない。ただし、 日本プロ野球では着色バットの色について別に定める規定に従うこととしている2002年から着色バットが認められたが2005年からは国際規格に合わせて単光色が禁止され自然色と合わせて焦げ茶、赤葛色、黒の3色が認められている2011年からは着色する場合でもキメの確認しやすい程度の色の 小さにすることが定められた。日本プロ野球では、金属製、バット、木片の接合バット及び竹の接合バットは、コミッショナーの許可があるまで使用できない。順位 C 社が1950年代後半に、いずれ上質な木材が大量供給できなくなる、可能性を考えて、キメを樹脂で固めた圧縮バットを作成した。 やがて各社の開発競争によりその反発力が高められ打者が有利になりすぎているのではないかと指摘されるようになり、1981年のシーズンにより、下田武蔵オコミッショナーによって圧縮バットの使用は禁止された。日本の高校野球では上記の通り木製バット、木片の接合バット、竹の接合バット、金属製バットの使用が認められているが、 現在では、芯が木製バットよりも広いために使いやすく、木製バットより折れにくいために、経済的であることから金属製バットの使用が、ほとんどである。1974年の選手権大会から使用が、認められた。とはいえ、金属製バットはすぐに広まったわけではない。当初は、甲子園でも5分の3くらいの選手しか、使用していなかった。 金属製バットが一気に広まるのは1982年に津田文也監督が率いた徳島県立池田高校が金属バットの特性を生かして甲子園を接見してからである。バットの色は木木色、金属の地金の色、黒色のみとされ、それ以外の着色バットは認められていない。金属製バットは神田海田球音が球神や 保守の難聴の原因になるとされ、1991年には打球音を抑えた小音バットが採用されている。その後さらに過度な軽量化がなされた結果、バット自体の破損や強すぎる打球により、プレイへの安全性が懸念されたため、2001年より9 0 0ム以下のバットの使用が禁止されている。社会人野球では2005年シーズンからは、 すべての大会で木製バットの使用が義務付けられ、接合バット、樹脂加工バット、着色バットの使用が認められている。かつても木製バットが使用されていたが、野球の国際的な普及を目的に、国際大会で金属バットが導入されたことから1979年シーズンから金属バットの使用が認められていた。しかし、 オリンピックにおけるプロ参加が解禁されるようになり、国際大会でも木製バットが使用されるようになると、2002年シーズンからは木製バットを使用している。ただし、バットの切損から来る負担を考慮し、全日本クラブ野球選手権大会とその予選、クラブチームのみ参加する大会では、引き続き金属製バットの使用が認められていた。スポーツでは、 野球から派生した競技や野球のようにボールを打ち返す用途としてバットと呼ばれる用具が使われることがあるがラケットやクラブなどバットと呼ばれない場合もある。ありがとうございます。